あいつとは長い付き合いだが、珍しく手こずってるな。大丈夫なのかよ、ダンテ。来る必要あったのか。ピンピンしてるぞ。あの悪魔を甘く見ない方がいい。何せ奴はお前の右腕を奪い、それによって強大な力を身につけてる。先に行く。ちゃんとついてこいよ。遅れるな。ああ、ブイって言ったか。妙なやつだが今は従うぞ。あのデカブツに借りを返さねえとな。なんで戻ってきたんだ。わかってるだろう。お前がいなくては話にならんのだ。そういうことぜ、ヒーロー。ここは任せて、さっさと先に行きな。ここまで来た甲斐はあったってわけだ。おい、デカブツ。泥棒はダメよってママから教わったろ。悪いな、ダンテ。俺がいただくぜ。2ラウンドだ。
てんじゃねえぞ、だって悔しいなら、今よりも力をつける方法を考えろ。ダンテでダメなら、お前がユリゼンを倒すしかない。ユリゼンだと。ああ魔王ユリゼン、それがお前の腕を奪った悪魔の名だ。だけか、ダンテは時間を稼いでいるが、長くは持つな。まさかダンテが負けるってのか。よせ、どうせ助かる。ここは引くぞ。市内に突如姿を現した謎の大樹の影響で、周辺の町は完全に機能が麻痺している状態です。政府はこの状況について悪魔だよ、俺はこの目で見たんだ。レッドフレーブは悪魔に支配されてる。みんなが神になるでしょう。これは我らに与えられた試練です。週末ろくな番組ねえな。で、気分は？気分って？親父を殺した奴を助けに行くんだぜ。何が父親だ。私と母さんを捨てたろくでなしだろ。何の感情もない。そりゃアグナスがいい父親とは思ってねえけどよ。まあ学者としては悪かないさ。いろいろ役に立った。タバコやめろよ。ひでえ匂いだ。お前が臭いんだろ。いいか？見えてるよ。突っ込む。おい、あんまり揺らすなって。音が飛ぶ。
じゃない。死守すると一撃も通すな。何なんだこれは。どうなってる。ハグして欲しかった。でも片腕じゃな。ほら行けよ。おい抜いてた。お前死ぬつもりか。やらせてやれ。悪魔退治が趣味なのさ。ほっとけいい。やめろ。そんな片腕で何をしようってんだ。死ぬぞ。うるせえポリコーだな。見てやがれ。それじゃ、ゴミ掃除と行くか。私も悪魔退治専用だ。よくできてるだろう。おいこのバカ、人の芸術作品を。うるせえぞ、さっさと避難させろ。趣味が悪い町上だ。なるほどね。マシュマロがありゃ一緒に焼いたのにな。させたが時間の問題だぞ。何がだ。状況から察するに今もこの町は魔界化を進めてる。しかも周囲を巻き込んでな。ヤマトの力か。車の修理までやらせるとは、人使いが荒いな。教団の資料を見せてやったろ。ギブアンドテイクってやつだ。ねえ、二人とも、ご飯できたわよ。すぐに行く。おい、先に行ってろよ。俺は後でいい。じゃあお前の分も、食っちまうかな。なんだ、何か用か。ああ腹でも減ってんのか。だったらちょうどよかったな。飯ならあるぞ。キレイはいつも作りすぎるんだ。おしゃべりな連中も一緒だけど我慢してくれるか。なんだよ、どこ見てこんな感じ。
悪魔か。ネロ、ご飯が冷めるわよ。キリ、来るな、そこによ。V が待ってるからな。安全運転で頼むぜ。こっからは車じゃ無理だな。そうか、なら歩いていくさ。ちょっと待った、忘れてた。なんだ。これは？モリソンからお前にお手紙だ。さて、仕事の準備だ。待ってたよ。いらっしゃい。ご注文は？俺の方が先に着いちまうな。電話線は無事なのか。さっさと出ろこのアホ。何コール目だと思ってる。これからはお前がかけてこい。そうすれ駆けつけてやるよ。車だな。人間か。まだ生き残りがいたとはな。生きてて悪かったな。
それより男を見なかったか。待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ食ってねえよな。食うものか。人間の血は何よりも大切が見えた。この俺が魔界の王となるためのな。おう、お前が？どうかな。確かにでかいけど、特技もねえし、頭は空っぽだろう。柄じゃないぜ。やめとけよ。人間め、俺を知らんと見える。覚えておけ、俺が大悪魔のドリアテ様だ。愛しき人を核も高め、我を低めし星を。しまったのかと思ってたぜ。腹の口でな。遅くなってすまない。少し読書にふけていてな。あっそ、すげえ面白そう。それよりダンテはあの中か。ユリゼンに敗れたとすれば、今頃とっくに奴の体はクリフォトの養分だな。なんだって？クリフォト、魔界に入るあの大使の名だ。人の血を吸い成長する。血を吸われた人間は見ての通り、あのありさまだ。とにかく行ってみるか。ダンテが生きてるってんなら助けりゃいい。待て、その前にまずクリフォトの根を駆除するべきだ。ブイ、お前何者だ？遅刻だが文句はなしだ。道が狭くてな。おい、お前がブイか？それ取ってくれ。それそれ、足元の。うわあ、いいね。こいつは傑作が生まれる予感だな。よく嗅げるな。何か分かってんのか、お前のクソ。作戦会議だ。二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。待て待て待て、金が先だ。
材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ。常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいわ。これ以上の機能美はないよな。芸術だ。おいおい、姉ちゃんは芸術家気取りときたか。ああそうさ、文句あるのか、チキン野郎。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然芸術を生み出す職人さ。私が作れば芸術だ。銃だろうと鍋だろうとな。それでお前を見てやろうか。ふん。他に質問は？は？チキン野郎。俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ、お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。サボンじゃねえぞ。空気読めよ。ニコ、出番だ。なんと思って来てやったよ。おしゃべりは嫌いか？そいつは気が合うな。知り合いか？昔の客だ。あ、なんだ？お前が浮気するとは。
キリエにチクらないとな。冗談だよ。どうした？笑うとこだ。はあはあ、おいたはやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。キリエに殺されるぜ。あんな小僧が最後の希望とはね。仕方あるまい。そのためにやるべきことをやっておかなくてはな。気をつけろってさ、何も言われるまでもねえな。お前は不安定な存在だ。こんな状況じゃちょっとした弾みで消えちまう。自信ねえなら逃げてもいいんだぜ。死ぬやりますさ。どうする？逃げる？欲望を抱けど行動せぬ者は災いなり。だそうだ。オーケー、詩人ちゃん。だが忘れんな。俺たちは一心同体だ。お前がやられりゃ俺たちもアウト。だから大将速攻。それが最高。はいよ。来てくる。場所は？えいへい、そこにいりゃいいぞ。もう見えてるからな。すぐに行く。クリフォトから離れねえ寄生虫野郎だからな。お前バカにしてる。やっべ、俺をバカにしてる。聞こえてた。耳はいいのね。殺せ。お前は打ち殺してやる。お前には無理だ。空は鳥のため、海は魚のためにあるごとく、下劣なものには軽蔑を。Yeah.
ちょっぴりまずいんじゃね。やべえやべえよね。おいおい待て待て待て、マジで逃げんの？マジで？それかっこ悪くね？バカを言うな。あれはさすがに俺ではどうにもできん。地面の下だもんよ。手当たり次第片付けるとしよう。高枝切りバサミがあるやな。おい、手を貸してくれ。了解、そこで待ってな。マルファスか、ちょいと面倒だな。あっちのやつは見たことねえな。あんなの魔界にいたっけ、どうだっけ。なんとしても魔剣スパーダを探し出すのだ。貴様ならありかがわかるはず。あの方は捨ておけと言えば、私には何とも気がかりでならないのだ。まだスパーダの結束が生き残っている以上、万が一がないとも限らんからな。いいか分かったな。見つけ出し、そして破壊するのだ。それでこそあの方の支配は盤石なものとなるだろう。なるほど、正体は読めた。安心しろ、手加減してやる。力を失ったお前にはあれを使うのは無理ってもんだ。確かにそうだ。だがネロなら、あるいは
行くぞ。スパーダに近づけば俺にもありかくらいは分かるはずだ。息はあるな。しかしエロい体してやがる。いや、その別にそっちの毛はないぞ。あとは私がやっとくから、お前は行けよ。なんだよ、これはできる。無視して進むのはさすがに無理か。気をつけろよ。ああ何してる？見えないとこで手伝ってやってんだろうが。悪いな、鶏肉好きじゃねえんだ。んだってね、このガキ。そっちはお前に任せた。俺は先に行く。さてと、ゴキブリ大使と行くかな。起きた。聞きたいことがあるなら聞いてみろよ。了解。待て待て待て、ほっとくな、拾えよ。それじゃない、あっちだ。その横、これか。隣だよ。どれだよ、これか。正解。はい、ダンテやトリッシュはどうなった？あんたと同じ目に。トリッシュは一緒に捕まった、それは覚えてる。でもダンテのことは分からない。そうか。この先は車では無理だ。ああ、知ってる。お前を待ってた。クリフォトまでもうすぐだ。待ってろ、準備する。元気そうで何よりだ。ああ、あんたもね。拾っておいた。使えそうなら使え。くれてやる。やった。また素晴らしい作品が生まれちまうな。Vのこと、どう思ってるの？よくわからないけど、役には立ってる。もういいから、あんたは休んでな。って言われたんだけど。ああ、それはもちろん知ってるさ。だけど進むには道が必要だ。ほれ、前も手伝え。とりあえず着るもの貸してくれる？
ここへ来れるか。お代はいただくぞ。何が欲しい？みんなでお出迎えか。目障りな奴め、すべて破壊してやれ。わざわざ言うことかっての。ここまで来たな。なんだよ、もうバテたか。昔を思い出してた。この町は以前にも悪魔に襲われてる。そうなのか。その時に俺もここにいた。ここが遊び場だったからな。俺の家だ。ここで別れよう。先に行け。おじけづいたのか。違う。俺は魔剣スパーダを探しに行く。ああ、あんなもん必要ねえよ今さら。前は俺もそう思ってた。だが勝つために使えるものは使わないとな。前は俺もって何を隠してやがる。今気にすることじゃねえか。タイミングだ。相棒らしくなってきたな。キモ、くどいてきやがった。お断りだ。乗りな。やばかった。逃がさねえってか。誰が逃げるかよ。ぶちのめしてやるぜ。
さすがにここまでは来れねえよな。は、誰に言ってるんだ。寂しかったか、ゴミ野郎。ダンテはいねえのか。干からびたにしても死体はあるだろう。わざわざ死にに来たか。喋れんの。ユリゼンだっけ。親に嫌われたんだな。ひってえ名前だ。俺に名前などない。俺は絶対的な力そのもの。七子野郎か。墓にそう刻んでやるよ。愚かな人間め、もがき死ぬがいい。もう足手まといじゃねえぜ。入れてやったぜ。人間ごときが悪魔の力すら持たぬ分際でよくもやってくれたな。チリアクタのごとき貴様がこの俺に傷をつけるとは。なんだ。貴様に後悔させてやる。人という無力な存在に生まれたことを。貴様に真の悪夢とは何かを教えてやろう。その悪夢の中で絶望を抱き、そして死ね。ぐらいしろよ、マリさん。そうか、そりゃ失礼。いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞くか選んでいいぞ。どっちでもいい。じゃあ悪い方から。パーティーお嬢様がお怒りだぜ。誕生パーティーにお前を誘いたいのに電話がちっとも繋がらないとさ。電話は止まった。
ついでに言えば電気も水道もね。そんなこったろうと思った。いい知らせは？なんと、でかい仕事だ。前金でな。前金か。そいつは結構。流れねえ便所にも飽きてきたとこだ。水道、ガスに電気代、立て替えといたぞ。お前さんの取り分でな。デビルメイクライ。なんて、ちょっとなんて、今まで何回かけたと思ってるの？やっと繋がった。今夜が私のバースデーパーティーなのよ。なんと18歳になるの。もうこの…オーケー、モリソン。仕事の話だ。そうすりゃ、お嬢ちゃんの誕生日会に出ずに済むからね。いいだろう。欠席と伝えておくさ。よし。あれが依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリッシュを連れてくる。あ？待てよ。俺一人で十分だろうが。言っただろう。でかい仕事だ。人手がいるのさ。まず名前は？名前などない。まだ生まれて二日目だもの。冗談だ。V と呼んでくれ。わかった、V。頼みたい仕事ってのは何だ？強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。その手の話か。今までもそんな依頼ならごまんとあったが、どいつも肩透かしだったぜ。今回は違う。違う？どこが？根拠でもあんのか？その悪魔はお前の戦う理由だ。悪魔の名は？なら行ってみるか。魔剣スパーダの気配は近い。Thank you.
何やってんだろうな、あれ。なんかの儀式？マケンスパーダに捧げるダンスって感じ？ってよそ者お断り？閉鎖的なのね。マケンスパーダは返してもらうぞ。お前たちに崇められたところでスパーダにしてみれば不本意だろうしな。切れそうにないな。惜しいよな、本当に惜しい。心の方はあるのによ、肝心の力がね、悲しいもんだぜ。おっと、な、怒んなよな。だがネロなら、これも扱える。あ、どうした？気配を隠していたか。運がいいっつうかなんつうか、しぶといやつ。おい、ブイちゃん、ダメダメ、そういうの良くないと思うよ、俺。お前がユリゼンに勝っていれば、こんな…いや…おい、落ち着けってな。そもそもお前がいなければ…俺は…やめろ、ダメだって。隠れてんのよ。だって何があっても出てきてはダメだ。バジルを探してくる。必ず戻るから。そんな顔しないで。いい、よく聞いて。あなたなら大丈夫。頑張れるわよね。私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージル、バージル、どこにいるの？日差しにされるかと思ったぜ。目を覚ましそうになかったからな。少し強引に起こしただけだ。今何日だ？6月15日ひと月。体がバキバキだ。
急げよ、おっさん。今頃多分ネロの小僧が一人でユリゼンの元に向かってる頃だねよ。あいつの時の力じゃ。おい、俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼンを倒せれば、俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼンは、奴の力は想像を超えていた。何これ、嫌な匂いね。そりゃそうだ、ゴミ溜めみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな、あとは任せよう。あ、え、ちょっと待てって。おいおい、なあブイちゃんよ、ここまで来たってのにマジで逃げんのか。おい、保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな、行くぞ。ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ、急いでね。だって確かめさせてもらうぜ、本当にお前なのか。これはそちらがゴミ溜めの王様で。驚いたな、うん、俺でも手こずる女どもだってのに。二人を軽く倒しちまうってことは大当たりか。ダンテ、頼みの綱のネロも役に立たずじまいだ。
じゃねえぞ、だって二人には働いてもらおう。俺がさらなる力を得るためにこの魔王に尽くせることを光栄に思い。それじゃそろそろ行くか。坊やには酷な仕事だ。おい待て、まだ話は終わっていいから休んでな。まあ一応礼は言っとくぜ。ハロウィンか。衣装がでかすぎるぜ。センスも最悪だしな。サイズ直ししてやるよ。詰めすぎたな。大丈夫か？あ、なんとかね。だって、あの悪魔。今は無理するな。休んでろ。だって。トリッシュを頼む。だって、待て。
ダンテは。言ったよ。だが奴には勝てまい。あの悪魔の正体をあなたは知ってるの？ユリゼンなんて悪魔はいない。魔界生まれだからそれぐらいわかるわ。ねえブイ、あなたは何なの？何でもない。俺は全てを失った者の抜け殻だ。教えてやろう、俺が生まれた理由は。度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だがまだ死ねない男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、肉体と心を捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男を純粋な悪魔となった。俺に残されたかすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになってようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。慣らしにはちょうどいいな。
いたいた。おい、何やってんだよ。おい、ダンテってばよ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ、今すぐ話すかそれ。俺も今まで散々いろんな奴に刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろ。なあ、おい、自殺だお前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつ。だとしたらリベリオンは。おい、まさかスパーダを吸収してるの。あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンテ、絶対。相変わらず何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。どうにか、みんな無事みたいね。
周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォだな。頂上だろう。違う、逆よ。だってクリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源、クリフォトの吸った血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を喰らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。 あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、そのちょっと見せろよ。こればあちゃん。あんま似てねえな。ああ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。ああ、そのあれプレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。やっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜネロ、そういう意味じゃない。行かせてやる。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。まだ先は長そうだな。
あの方が果実を手にすれば全てが終わる。あのムンドスですら果たせなかった人間界の支配をも、あの方ならば必ずや。マルファスだ。奴とは戦えねえ。もう俺たち完全にガス欠だ。分かってる。ここはやり過ごすしかない。どうにかな。厳しいな。補給なしでどこまで行けるかだ。はい、ハニー、呼んだか。危ねえだろうが、引き殺す気か。文句があるならレディーに言ってくれ。運転手はあいつだ。で、そんなことより、ご注文は。しすぎじゃねえの。スパーダの血族か。だが貴様はもはや力を失った抜け殻よ。人間の分際で私に勝てるなどと思わぬ方がいいな。おい、人間なめんなよ。来な、たっぷり感じさせてやる。面白いではないか。もう出てきていいぜ。借りができたな。引き返せよ。その体じゃきついだろ。ダメだ、行かなくては。何として。おい、V、 無茶すんなよ。休めって。すまんが、肩を貸してくれ。おい、なんでそこまで。頼む、俺の最後の願いだ。ダンテに先を越されちまうぜ。悪く思わないでくれよ。俺の獲物だ。遠くに寝ろ。お前には任せられねえ。
りが短すぎるんじゃねえか。来いよワンちゃん、散歩してやる。ほれどうした。かつて我が同胞だが、だが我は天然不足の王よ。あまたの同胞とは格が違うのだ。貴様の肉を食らい尽くし、骨まで平らげてくれよ。確かにパワフルだな。こりゃ散歩も大変だ。来な。一番乗りだ。悪いな。本当、俺も守られたかった。しかし俺は一人で生き延びるしかなかった。ゼイ、少し休め。出ろ。お前には教えてやる。ユリセンなどという悪魔はいない。奴は力を求めたがゆえに人の心を捨て去った。ダンテの兄なのさ。兄？そうだ。本当の名はバージル。おい、そいつが例の木の実か。うまそうには見えねえな。そう、ここが始まりだ。俺は母さんに救われたが、お前は違った。だが母さんはお前も救おうとした。お前を探してたんだ。死ぬまでな。もはやそんな話に興味などない。この場所にもな。所詮全てこの果実が生み出した幻に過ぎぬ。俺が欲するのは力、それだけだ。これで俺は望んでいた全てを手に入れる。
前は今失ってんだ。最後にほんの一かけら残っていた。人間らしさをな。くだらん。そんなものは力なき者のざれ言でしかない。どちらが正しいか俺が思い知らせてやろう。ダンテ。兄弟で殺し合ってるのか。これも己の正義を証明するためだ。相手が家族だろうと戦うより他ない。イカれてやがる。兄にとっては弟が、弟にとっては兄の存在が戦う理由なんだ。ダンテ遅かったな。もう終わるとこだ。あれが兄貴か。一応な。じゃああんたの家族が全ての元凶か。その通り。やはり勝てなかったか。サンマブイ、下がれ。そろそろとどめを刺すぞ。いや待て、俺がやる。最後くらいは俺が自分自身の手で。俺に抗えないようではお前に勝ち目はない。俺は負けん。ダンテに、奴にだけは力が欲しい。もっと力を。わかるさ、俺はお前だからな。俺たちは互いを失った。だがその思いだけは繋がっていたんだ。何時が枝は我が枝と交わり、我らが根は一つとなれり。まさか舞い戻ってくるとはな。往生際が悪いんだよ。
手を出すなよ。今のお前に勝っても意味はない。せめてバージルかかってこい。まずは出直して傷を癒せ。決着はその後だ。世話になったな。クソ。今のが兄貴か。V はどうなった？戻ったのさ。自分にな。お前も帰る。もう満足したろ。ふざけんな。こっちは右腕をやられてんだぞ。やつは俺がやる。もともと俺の獲物なんだな。この後に及んでのけものかよ。いいから帰れ。出たよ。足でまといか。もううんざりだぜ。違う。そうじゃない。お前の親父だ。何？まさか。初めてお前に会った時から予感はしてた。お前がヤマトとこうして確信したんだ。奴の息子だと。ろくでもない親父だが、お前が殺すことはねえ。あの日、もし立場が逆だったら、俺たちの運命は違ったのか。俺もお前も、もっと別の。終わらせよう、ダンテ。避難しろ。俺はあのクソ野郎と戦争だ。さすがに手こずりそうだな。おい、お前らどうした？バージルに戻れよ。それとも家出か？よう、インテリのダンテちや。俺たちはバージルの負の記憶ってやつでよ。見覚えあんだろう。そうだな。なくもないぜ。うっすらとだがな。ネロアンジェロだった頃の記憶はもうバージルには必要ねえし、そうなら俺たちの望みはただ一つ。かつて俺たちをぶち殺してくれたてめえの復讐だ。てめえはここでゲームオーバーさ。なあダンテちゃんよ。
ぜ。最初から俺に勝てないことぐらい分かってたんじゃねえのか。どうかな。だが俺たち相手にちんたら手こすってるよし、バージェルに勝てねえのは確かだ。さあ先に進みな。俺たちは消えなきゃならねえのさ。バージェルが二度と悪夢を見ねえように。楽しかったぜダンテチュン。俺もさ、チキンやろう。また遊ぼうぜ。バージル、扉を開けっぱなしだぜ。ヤマトをよこせ。欲しければ力ずくで来い。いつものことだ。そう言うだろうと思った。お前と戦うのは何度目だ。どうだかな。ガキの頃からだし数えちゃいねえよ。始めようぜバージル。最後の喧嘩を。ネロは俺の子か。そりゃそうだろ。身に覚えがねえとか抜かすなよ。どうかな。もう遠い昔の話だ。若気の至りってやつか。実に興味深い話だが、今はそんなことより肩をつけよう。
もしもし。ネロ、ネロなのね。何かあったの？キリエ、俺には君とクレドが唯一家族みたいなもんだった。今更本当の家族がいたって言われてもどうすりゃいいんだろうな。あなたの選択はいつだって正しい。自信を持って迷う必要なんてないわ。ありがとう。君のその言葉が欲しかった。あと一仕事片付けて、すぐに帰るよ。あの時の俺はクレドを守ることができなかった。だが今回は違う。今度こそ誰一人知らせねえ。何度も言わせんな、お前の出る幕じゃ。すっこんでな、足手まとい。殺し合いしか能がねえのか。他にいくらでも方法はあるだろうが。終わらせてやるよ、このくだらねえ喧嘩をな。そんな理由でここまで来たのか、バージル。ブイ、どっちだろうといいけどよ。ダンテは俺が死なせねえ。あんたもな。文句があんなら来いよ。死なせねえだと、マジで死ぬかと思ったぜ。ここでネロに勝てばお前にも勝ったと言えるだろうな、ダンテ。好きにしろ、どうでもいい。俺は休ませてもらう。ああ、俺が勝ったら言うこと聞けよ、親父。これほどとはな。おい、マジかよ。息子の腕まで奪っときながら負けるかね。そんなことより、町の魔界化が進んでる。手遅れになる前に止めないと。確かに扉を閉じなきゃな。おい、負けたんだから働けよ。俺はまだやれる。
だがこれ以上魔界化が進んでは勝負どころではなくなりそうだな。お前にしちゃ賢い判断だな。片付いたら喧嘩を続けるぞ。当然だ。待て、どこ行く。魔界からクリフォトの根を断つしかない。その上でヤマトを使って扉を閉じる。それじゃ戻る方法がないだろ。だから俺も行く。一人じゃ寂しいだろうしね。ちょっと待て。だったら俺も一緒に。お前がいるから行けるんだ。こっちはお前に任せるぜ。いいな。急ぐぞ、ダンテ。ああ了解。おい待てよ。風邪ひくなよ。じゃあな。次は負けんぞ。それまで預けておく。非常識にも程がある。何がだ。何が。腕だよ。生えてくるか普通。気色悪い。お前トカゲの尻尾じゃあるまいし。そんな驚くことかよ。他にいくらでも妙なもんがあるだろ。悪魔だの化け物植物がいるんだぜ。腕が生えるぐらい普通だって。デビルブレイカーを作った私の気持ちは知るか。とりあえず調子いいぜ。で、どんな気分。何がだよ。父親の仇を助けた気分。ダンテが仇だったわけだろ。どうでもいい。二人ともいねえし。寂しいなら別にここで泣いてもいいんだぞ。泣かねえよ。女々しいとは思うがバカにはしないさ。泣かねえって。悪魔っぽいか。私も泣かなかったからな。でもまああれだ、父がいなけりゃ私はここにいない。だな。だから別にいいんだぞ。泣きたきゃ泣いても。泣かねえよ。泣けって。泣かねえって。どう泣くんだ。黙れって。それでも来いか。お前ら誰も泣いてないだろうが。俺近寄れ。マジで黙れって。私の肩で泣けよ。我慢すんな。次に泣くっつったらデビルメイクライ。クソ。バーク。いや、キリ。ああ、今戻ってる。まだ言わないでおくけど、見たらきっと驚くぜ。おお、絶対に目ん玉飛び出るぞ。うるせえぞ。あ、いや、違う違う違う。君じゃない、ニコだ。あのバカがおしゃべりで。何やってんだ。免許取り立てか。うん。ああ、ごめん、かけ直すよ。仕事が残ってた。うん。今さらこれいるか。私を舐めるな。腕があろうと使えるんだよ。意地でも使え。
それは芸術だ。芸術だろうよ。お前が使ってこそな。悪い気はしねえな。ご機嫌だ。戻ったら修理してやらないとな。よう、悪魔も泣くんだって。じゃあいい声で泣いてみろ。こいつをぶった切ればいいんだな。その通りだ。俺一人でことは足りるがな。強がるなよ。俺にも付き合わせろって。来る気配ゼロね。そうね。ねえ、この事務所もらっていい？そろそろどこかで腰を落ち着けようと思ってたの。ダメ、あげるくらいなら私がもらうわ。おっと、お嬢さんたちの夢を壊して悪いが、そいつは無理な話だぜ。どういう意味よ、森さん。なぜならこの店の権利書は俺が持ってる。あなたがどうして。奴から今回の仕事の前に預かってな、こうも言ってた。頼むから事務所を守ってくれ。何せあの鬼ババアどもは。ババアはひでえな。奴に代わって謝ろう。とにかくあとは言わなくても大体わかるだろう。戻ってくる気でいるみたいね。まったく。てことで早速仕事をしてもらうぜ、お二人さん。こりゃ稼がねえとな。ダンテ選手、1点リード。数え直せ。同点だ。だ、このままじゃ決着つかねえぜ。かもな。だが時間ならある。あれだけは言うなよ。ジャックポイント。